イギリスのバンド。シャーディーと表記されることもある。女性ソロ歌手だと誤解されることもあるが、女性ボーカルとバックミュージシャンからなるバンドの名称である。1984年デビュー。第2次ブリティッシュインベージョンを背景にして、アルバムダイヤモンドライフが英国のみならず、米国などでもヒット。翌年の第28回グラミー賞において、 最優秀新人賞に輝いた。ジャズとアダルトコンテンポラリーをミックスしたサウンドやアデュの落ち着いたミステリアスなボーカルが特徴。加作ながら発表する作品はいずれもが世界的なヒットとなっている。1994年からシャーデー・アデュを除くメンバー3人がスイートバックという名前で活動を始めた。2000年のアルバム ラバーズ・ロックで第44回グラミー賞の最優秀ポップ・ボーカル・アルバム賞を受賞。2010年2月に約9年ぶりとなるオリジナルアルバムソルジャー・オブ・ラブを発売。2009年12月に同名の先行シングルを公開した。同盟曲は第53回グラミー賞において最優秀ボーカル・パフォーマンス賞を受賞した。当初のジャズやソウルの系統のサウンドから、 ラバー・アッツ・ロック以降は、ブルースやフォークの影響を感じさせるギター中心のサウンドに変化している。また、アデューがジャマイカに移住したこともあり、レゲエの影響も受けている。1986年5月8日、名古屋市公会堂。ありがとうございます。